ピーター・グラッセ、デビュー戦驚異の3連単300万馬券に対するみんなの反応。3連単すごいことになりそう。3連単3848.9倍。たまにある荒れる新馬戦だったな。3連単300万馬券やんけ。グラッセ伸びなかったか。有識者的にはビターグラッセどうだったの？まあ展開も向かなかったんで悲観する内容じゃない。勝ち上がり自体はできそう。ただラジオの解説者も言ってたけど溜めて爆発するタイプじゃないと思う。一口馬主やってる身内は、まだまだこれからと言ってた。中距離の方が合っているのかも、とも。自分自身は東四郎のかかしなので、よく頑張った。くらいしか言えね。アカンマイル適正ナイト2歳児に中距離のレース探しに四苦八苦する馬娘あるあるパターンになってしまう。馬娘と違って条件線あるから平気平気。ルーラー3区なので距離伸ばして小回りの馬場が悪い時に勝てるそう。東京1600で下ろす馬じゃなかったね。やはり中山、決闘を見ながら。一夏越えてから中山2000あたりでデムーロにぶったたいてもらったらこの子の適性、能力がはっきりわかると思うよ。上がりのタイムはいいけど、勝負どころでもたついたのでスパッと切れるタイプじゃない。距離が短いか成長途上なので、結果は気にしなくてもいいんじゃないかな。まだ6月、秋に1勝できればクラシックも間に合う。ルーラー3区って親と一緒で勝ちきれんのよ。1800かダート向きだと思う。勝った方は母父滝音だからスピードあった感じかな。ルーラーがスパッと切れるタイプじゃなくて持続的に足使う方だから。福永が新馬戦でやる教育とは全く合わないんだよね。思ったより走りそう。そもそも血統的にも夏デビューの馬じゃない。普通に秋口でよかった。これ陣営もこれから良くなる馬とか言ってるからな。なんで新馬戦今出したんだよってなるけど。溜めて伸びるタイプじゃない追走がしんどそう。2000とか使っていきたい。そもそもルーラーシップ3区は勝利レース距離の平均が一番長いから次もマイルならスピード負けしそう。あと、ルーラーは腕っぷしの強い騎手がぶったたいて動かしてこその馬ということは特注。荒れ方がやばすぎる。ルーラーシップ3区が勝ったから実質ビターグラッセのたわけ勝ちだろ意味不明。お詫びの代理出走しなくて済むな。それ言うなら奇跡の勝ちやんけ。残念。この新馬戦。グラッセは切り替えてこ。グラッセ残念やね個人的に3着のグラニットの末足が王。ってなったかな素人感。荒れすぎて後のレースの参考にならんだろこれ。上がりは結構いい足見せてたし次回に期待やね。勝った方もルーラーシップ3区で母父が滝音で芝。まあ馬娘馬券ではあったんやな。滝音は蝶がつくほどの新馬激アツ種母馬だったなぁ。パドックで被ってたメンコがどこかで見た色合いだったな。新馬戦でこの荒れっぷり。3連単変えた人は前頭流しでもしてたんか？前頭流しでもプラスになるんやな。すげえ。100円で高め狙いのフォーメーション振り回す人の3着は前だったりするけど、1着2着も当てれた人はだいぶ少ないだろうね。だからこんな配当になるんだけど。実際の能力がわからんままにオッズつけられるしこれだから新馬戦は難しいのよ。ダメじゃあのノーザンルメールで決まりだろと思ったらこっちも飛んでこれは無理。なんで最内のミルファームがケツから行って大外のミルファームが前怨念逆やろ普通。西野デイジーが生涯初勝利あげたね。西野デイジーちゃんのピョンが可愛かった。芝とダートの切り替わりを生涯と勘違いしてピョンしちゃうの好き。
お茶目さ見せつつも、生涯転校で3年7ヶ月ぶりの復活勝利とか関係者泣くやつやん。西のフラワーと星雲スカイのひ孫で、SR 西のフラワーのサポカで花冠に使っているのがデイジーだったね。勝利はもちろん喜ばしいけど、生涯はまず無事完走してくれることを祈るわ。タキオン、私の孫でもあるよ。親子丼か。道中はめっちゃやる気出してるのに直線出た途端に急に走る気失せてて思わず笑った。やっぱ能力じゃなくてメンタルの問題だと思うわ。ただダートが嫌いな可能性もあるけど。ゲームと違って適性やステータスが目に見えるわけじゃないので、使っていくうちに見極めるしかないしな。新馬戦の時点では光るものは感じられなかった。直線で伸びても来なかったし今後の成長に期待。1番人気ではないルーラーシップ3区が勝って、2番人気ではないグラニットが3着になった。じゃない方を変えなレースだったか。6着?だったら600席配布だな。買ってたら100席しかもらえないのか。縮小。次戦も応援すっと。やっぱ重賞勝つなんて超絶エリート、G1 馬とか奇跡、三冠馬とか神みたいなもんなんすねー。重賞もそうだけど一勝するだけでも大変だし、なんなら無事デビューするだけでもすごいこと。だからレースしている馬全頭応援してやって、その中でもビターグラッセはより一層応援しようぜ。最後は伸びているんだけど、エンジンがかかるのが遅かった感じ。まあ、血統的には早熟ではないからここから順調に育っていければいいね。そっちのグラニットが来るんかーい。平凡オブ平凡。怪物はいないレースだからまあね。3連単えぐいな。血統を加味した上で、パドックを見るのが上手い人は当てれたりするんだろうか。それはそうとビターグラッセちゃん新馬戦お疲れ。ゲームやってると麻痺するけどやっぱ現実だとデビュー戦もそうそう勝てるもんじゃないよな。適性とかわからんからね。なんなら2歳夏にデビューできるだけで大したもんな世界だからな。ルーラシップ3区は晩成型が多いって聞いたしまだまだこれから。大型で多少緩いところはあると言われてたから晩成ルーラーシップ3区らしくこれからって感じだね。お待たせしましたちゃんといい、リアル競馬で勝つって難しいんだなっての実感するね。カレンちゃんの中の人が一口馬主してる子が新馬戦勝てたのってほんとすごいんだな。まあ展開負けよな次に期待や。毎週土曜日に、誰でも参加できる面白馬娘杯配信もやってるのだ。ぜひ、高評価、チャンネル登録、お願いしますなのだ。最後までご視聴ありがとうございましたのだ。